ったということで、なるほどねってことじゃないかな。じゃない？俺的にはそう思ったけど。うん。そう。暗黙の圧力で。ロビーですね。じゃない？過激。俺にくれ、俺最強。オッケー、ゴー。俺最強やから。うぅ、鬼火。鬼火連れてったあいつ。って言うんじゃない？何しても安全よ。あの小屋の方に2人おったからさ、傭兵ともう1人の可能性があるじゃん。もうどっちが多いよ。だから占い師を外に弾き出しても大丈夫。じゃないと俺どっか行ってるよ。ツインズってマトリックスの暗殺者だもんね。すごそうかもしれん。解読は俺の方が優先。俺あのゲージ貯めると 20% アップするやん。俺の方が優先です。あんた見るのほんと強い。見える系が全部強い。みんな実際あれまたげる？すごない？実際。すごいと思うんだが。さあ傭兵ファイト。傭兵最初ね場所割れてるから。ナイスナイス。袋あげてほしかったな。袋あげてほしかったな。似てるね。もう雰囲気あるよね。マジで袋欲しかったね。外貨にあげるんだよね。サゼイガーカにあげるんだよね。バレ鉄壁の弁護士なりバイ。うんこ傭兵起こしに行くぞ。うんこ傭兵結局こいつダブルダンスの方が、ね、あの収益大きいねん。とりあえずね、とりあえず収益大きいねん。回復こんだけしかしてねえわ。また締めては俺ですね。強い。鬼火だけ見とけばいいんですよ。あと傭兵が来るっていうのは分かってるから、見せても大丈夫。大胆にいける。それだけで駆け引きがなくなる。分かる？みんな手を貸してって言ったから、こんかったらもうそいつのせいよ。だってこれチーム戦だろ。一人でブーブーブヒブヒヘーン、チーム戦だろヘーンみたいな。ヘーンヘーン。この鬼火危ないからね、注意。はい、出まーす。あれもうなんか肘当て店に行きたと肘当て。